じゃあ次はビングジャケットナポリのレーベルをお届けしたいと思います。まあ、この動画何度かご覧いただいている方はご存知かと思うんですけど、リングジャケットの中にはリングジャケットナポリという別レーベルが存在します。こちらが、ナポリをはじめとしたイタリアの職人たちと協業してリングジャケットが作り出すレーベルで、まあ、イタリアならではのこの雰囲気、味、あと素材使いだったりとか、そういったものをリングジャケットのフィルターと、リングジャケットの感性を、まあ、向こうの職人と、まあ、戦わせてというか、いろいろこう話をしながら作り上げていくレーベルで、まあ、イタリアにもないような、これまでの日本にもないような、まあ、そういったものを作っていってるのが特徴の一つになります。じゃあ早速、ご紹介させていただきたいと思います。まあ、リングジャケットナポリの、まあ、特徴の一つとしては、カビなデザイン、まあ、あんまりこう変わったものをしない、まあ、ベーシックなものだけど、どこか違う、こだわっている、まあ、そういったものがリングジャケットナポリの特徴の一つではあるんですけど、こちら、まあ、見ていただくとよく見るというか、まあ、メンズクロージング、メンズのこう定番的なデザインとしてある、まあ、フライトジャケット、いわゆる、まあ、A1 ジャケットと言われている、ミリタリージャケットをルーツとしたデザインになります。でこちらも実はリングジャケットとしても、リングジャケットナポリレーベルでね、以前展開したことはあったんですけど、その時とは、一味も二味もこう変わっているというか、アップデートしているのが特徴になります。でまず一つ、こちらの素材が、これがやっぱりいいですね。ここ数シーズンリングジャケットの方でもこうスウェード、シープスウェードのこうレザーアイテム展開してたんですけど、これわかりますかね、ちょっとこれまでとは素材感、表情が違うんですけど、これ実はヌバックを使ってます。まあ、実は数シーズン前からこのヌバック使いたいなと思っていろいろこう、打診はしてたんですけど、ちょっといい革がなかなか今ないって言われたりとか、ちょっとこういろいろ原料、原費、手配の問題ですぐできなかったんですけど、ようやくこれでいけるかなっていう、まあ、グッドクオリティの最高のものがご用意できたので、こちら、まあ、満を持してというか、2024年春夏こうヌバックの、ミリタリーブルゾンジャケットをご提案させていただきたいと思います。ヌバックの特徴としては、今までやってたシープスウェードが羊に対して、こちら牛の皮を使っていっているので、羊よりも強度が強くなるのが特徴です。で今までやってたシープスウェードは裏側を使っているのに対して、よりこうきめ細かい表側の、革をこう起毛処理していっているので、よりこう品のいいというか上品な、ちょっとね、光沢というか表情が出ているのが、まあ、ヌバックの特徴です。まあ、もちろんこうシープスウェード、こちらもすごくいいんですけど、まあ、シープスウェードと比べると、まあ、毛足が少し、短め、まあ、起毛はしてあるんですけど、こうすごい毛足が長いというよりは、ちょっとこうしっとりとしたタッチに仕上がっているのが特徴になります。はい、ではあと特徴の一つとして、こちら、まあ、前ね別の動画でもお話してるかと思うんですけど、このハンド風のステッチ、こちらをこうふんだんに入れていっているのが特徴になります。まあ、よくこの、まあ、定番的なデザインなので、こういうレザーの A1 タイプ、立ち襟のレザーブルゾンあるんですけど、普通のミシンステッチでダーッと走っているものが多いんですね。それに対してこのハンド風のステッチを入れていってるので、この沈み込みの加減、この表情、これが抜群にいいですね。これなかなかありそうでない仕様かと思います。まあ、以前別の動画でもお話しさせていただいた通り、この工房ナポリに行った時も、普通はこう AMF っていうハンド風のステッチミシンで、このテーラードのジャケットと使う時に使うミシンなんですけど、これを無理やりこうレザーでやってるんで、めちゃくちゃ大変だと、もう生産効率なんて言ってる場合じゃない、こうなかなか上がらない、もう大変な仕様なんでやめてくれって言われてるんですけど、あそこなんとかって言ってやってもらってるシリーズで、非常にいい表情になってますね。であと前回やった時から大きく変わったのがあと2つあります。まあ、厳密に3つかな。まあ、1つはこの襟リブのこうリブの部分ね、ちょっとこう折り感の表情がある感じ、
前はね無地だったんですけど、こちらも表情があって非常にかっこいいかなと思います。で、あとメイキングで言うと、テーラードのジャケットってなんでこう立体感があるか、その理由の一つとして、実はテーラードのジャケットがサイバラって呼ばれてる、ありますかね、まあ、ここにこうパーツが針が入っていますね。わかりますかね。これすることによって、前身、横、後ろ、また横、前って形でこう丸みを立体感を作ることができますね。でそれに対して、まあ、カジュアルなジャケットブルゾンは本当にこう前身と前身の前、右左と後ろという形で平面的な形になるものが多いんですけど、こちらに関してはよいしょ、ここのサイドの部分、こうジャケットと同じような形でサイバラを入れていってます。これねちょっとまだ試作のファーストなんで、もうちょっとここがカーブしてるんですけど、よいしょ、こっちかな、こっちで見てもらうと分かると思うんですけど、こういう感じですね。でこれによって、前と後ろで2面だったのに対して、前横後ろって形でこういう立体感のあるシルエットを作ることができるので、よりこうテーラード的なテクニックというか形をより強めていっているブルゾンになります。であとここの、これもね前の動画でもしかしたらお話ししたかなと思うんですけど、一般的なブルゾンとかだとこの肩のラインも直線まっすぐになっているものが多いんですね。それに対してテーラードのジャケット、まあ、あとリングジャケットの考え方として、前身を狭くして後ろ身を広くして後ろから前へ包み込むようなシルエットを作っていくというのがリングジャケットの特徴の一つなんですが、まあ、その考え方をこちらにも入れていて、てこの前の部分をくって前身を狭くして後ろ身を広くする、でそれに対してそれが自然にこう回っていく、前振り袖になっていく、まあ、それによってこう後ろから前へ包み込まれるようなシルエットを作っていくというのが、まあ、リングジャケットのベースの考え方としてあるんですけど、カジュアルジャケットの方もサイバラを入れて前身を狭く後ろ身を広く後ろから前へ包み込むシルエットを作る、まあ、それをこういうレザーのジャケット、レザーの、メリタリージャケットでも取り入れていってるの、ちょっとこう面白い特徴の一つかなと思います。で、あともう一つの特徴が今回このボタン、これがいいですね。これいい表情、まあ、今までもこう本水牛のボタンを使っていってたんですけど、よりちょっと凝った仕様でいい色目だと思います。これちょっとね水牛なんですけど、この飴色になってるんですけど、実はこれ天然の水牛ボタンだと存在しない色になります。これ水牛ボタンをブリーチ脱色するんですね。こう脱色することによって焦げ茶色とか濃い、この水牛ボタンをちょっとこう飴色、あの淡い紅茶色というかカラーにするんですけど、そうすると、中には脱色すると髪の毛とかね脱色されたことがある方とお分かりかと思うんですけど、脱色しすぎるとちょっとね髪の毛が傷んじゃうんですよ。それと同様に水牛のボタンも脱色しすぎるとちょっと割れてしまったりとか、こう骨密度というかこう、まあ、密度が甘いものだと割れたり欠けたりするものがあるんですけど、それでこうロスが多く出るので、すごくこうボタンメーカーとか付属メーカー作るのを、まあ、嫌がるというか手間がかかるやつなんですけど、こちらは、そういう脱色すること、ブリーチアウトすることによってこの独特の飴色にしてます。でこれをさらにコーティング、クリアコーティングを施すによってその強度をまた増しながら光沢があるんですね。この水牛ボタンならではのこの表情にブリーチアウトしてちょっと飴色にして、さらにクリアコーティングして、非常にいいボタン使ってます。でこちらベージュの方をちょっと最初の試作なんで通常の、水牛ボタン使ってるんですけど、本番はこちらのちょっと飴色のボタンがつくようになります。はい、じゃあ次ご紹介させていただくのはこちらですね。まあ、いわゆるこうフィールドジャケットと言われている、アイテムになります。こう頬ポケット、立ち襟で、あとウエストね、ドロコードで縛れるようなタイプになってます。でこちらも同様に、こういうねカジュアルジャケットで使うことは珍しいかと思うんですけど、こういう
ハンドオフのステッチをふんだんに入れていってるのが特徴の一つですね。で、以前はこのタイプでもこうナポリらしくということでダブルステッチに仕上げていってたんですけど、今回はシングルに仕上げていってるので、よりこう何ていうんですかね、こうハンドオフのステッチならではのこの味がありながら、あんまりこうコテコテしない、さらっと着用できて、でもちょっとこう他とは違う表情があるっていうのが特徴の一つです。で、こちらも先ほどご紹介させていただいた通り、こういう水牛ボタンのブリーチしたボタンですね。ちょっと飴色のこの色がいいですね。で、これさらにね、ブリーチしてるだけであともうちょっとこうマットな感じになるんですけど、これをクリアコーティングしているのでちょっとキラッと輝きがあって高級感がすごくいいですね。で、あとこの素材なんですけど、実はこれ合成素材使ってます。で、リングジャケットナポリっていうと、これまでこう天然素材を多く使ってたのに対して、ちょっとこの着用感、軽さ、着やすさっていうのをこう重視して、こちらね、一応コモの方ですね、イタリアのちょっとこう北部の方にある、まあ、生地メーカーでシルクだったりとか合成素材を中心に作ってる、生地メーカーを探してきて、それを使ってます。で、非常にこう上質なタッチ、どうしてもこういう合成素材だとちょっとシャカシャカして安っぽい、まあ、軽くていいけどちょっとこうなんかこう高級感がないとか安っぽく見えるなってものが多いかなと思うんですけど、非常にこう高級感があるというか、かっこよく出来上がってるのが分かりますかね。どうですか。で、タッチがいわゆるこう普通のポリエステルとか合成ナイロン素材だともっとこうシャカシャカしてるのに対して、ちょっとこう何ですかね、こうぬめりがあるような不思議なタッチなんです。これぜひ実物ね、触っていただきたいんですけど、非常にいい表情になってます。で、あとこちらも一部こういうところですね、これレザースウェード使いになっているので、いわゆるこう安い、ただこう単価、値段を下げるコストのためだけに使う合成素材のアウターというわけではなくて、この非常にこう独特な滑らかなタッチの合成素材で、レザーとのコンビネーションで、こちらの、水牛ブリーチクリアコーティングボタンで、このハンド風のステッチ、なかなかないかなと思います。で、さらにこちらもね、同様にやっぱりかって言うんですか、このクリアをクッと中に入れてるんですね。こうハンガーのかけた状態でもこのハの字の形が、テーラードのジャケットような前振りの袖肩になってて、さらにこれ、ね、アクションプリーズも入ってるんで抜群に着やすい設計になってます。こちらもかっこいいですね。はい、じゃあ次はこちら、非常に軽いこちらのコート、もう試着して私も着てみたんですけど、むちゃくちゃ軽いです。まあ、着るのを忘れてるような軽量感があるコートになります。で、ここ最近コートっていうとクラシックなロング丈、まあ、46サイズとかで、まあ、105、6センチとか1メーターを超える、まあ、長いタイプがしばらくトレンドとして続いてたんですけど、まあ、その反動してちょっとこう短めのこういったコートも気になるなっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。こちら軽快に着れて、まあ、本当にこう着丈も軽快なんですけど、素材もこれすごい軽いんですね。まあ、先ほどフィールドジャケットの方でもご提案させていただいた通り、2024年春夏のリングジャケットナポリ、これ今までにない合成素材を使っているのが特徴の一つです。これウェイトがね、100g ぐらい、本当にこうシャツみたいなウェイトになってるんで、めちゃくちゃ軽いです。で、ただこう軽いだけじゃなくて、こう小さく折りたためるので、こちらにこの袋が入ってるんですけど、ここにこうパッカブルで折りたたんで、まあ、持ち運びが便利な、こうトラベルコートとしてもお使いいただけるかと思います。で、ただこういう合成素材の軽いコート、すごいこう、まあ、便利ではあるんですけど、ちょっと安っぽいなっていうことが中にあるかと思います。で、それに対してやはりこうリングジャケットナポリとしては、ただ軽いだけ、ただ合成素材、便利、コンフォートというだけではなくて、まあ、先ほどからお話ししている通り、こういうハンドオフのステッチを入れていってるのと、あと特徴としては、こ
ちらシープスエード、レザーをこうパーツ使いしていってるんで、よりこうなんですかね、これも襟が立てた時にこうちょっとしっかり立つんですね。でこういう合成コートってこうウェイトを軽くすってパッカブルにすると軽くていいんですけど、襟とかがもうへにゃっとくちゃっとなっちゃうんですね。それに対して裏面にこういう上質なシープスエードを貼ることによって襟を立てて着るっていう行為が合成素材のこの超軽量コートでもできちゃうんです。これがすごくいいです。であとこういうコート、合成コートのちょっと安っぽく見える、理由の一つとして裾、袖口軽いんでこうひら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 しちゃうんですね。それを解消するために袖口と裾回り、こちらにこちらもシープスエード、上質なシープスエードですね、を配することによってちょっとこう重みができるんで、安いこう合成コートにありがちなこの無駄なひらひら感が出ないような形に仕上げていってます。まあ、実はこれアバンギャルドなデザインとかデザイン重視でやったわけではなくて、クラシックなコートにも使われるディテールで、裾回りとか袖口にこう、まあ、昔のこう、60年代とか70年代のコートに見られるディテールなんですけど、まあ、レザーだったりとか、別布の素材をこう配してこう強度を保ったり、こうその部分に重みをこう出すディテールなんですけど、そういった仕様をこちらでもやっていってます。でさらにボタンも先ほどから申し上げているこちらの水牛ボタン、ブリーチアウトしてクリアコーティングした、ちょっとこれカラーによっては貝ボタン使っているものもあるんですけど、こちらのネイビーはこちらになってます。で非常にこの軽い仕様になってるんですけど、ちょっとこの裏側も本当に何もなしで、これ袖裏も入れてないんですね。それによってよりこう軽量感、軽く羽織れながらもでもちょっとこうポイントポイントではすごく、立体的に見えるというか、これまでの合成コートにはないような雰囲気に仕上がっているかと思います。はい、であと、まあ、コートというと、リングジャケットナポリ企画で、まあ、定番というか、人気のあるシリーズでハンドメイドのコートやってるんですけど、ちょっとこの撮影にはギリギリ間に合わなかったので今ここでご紹介できないんですけど、まあ、写真とか画像だけね後で差し込んで入れたいと思います。それも非常にいい雰囲気に仕上がってます。リングジャケットナポリのハンドメイドコートファンっていう方が固定でこう何人かいらっしゃるぐらい、まあ、本当にこう他にはないコートを作ってるかなと思います。でそれもまたこうトピックスというか他にはないディテールだったりとか、生地も今回ちょっと新たに、まあ、開発というかちょっとね非常にいい生地をちょっといろんなルートを使ってやってるものがあるので、それちょっとね今回の撮影には間に合わなかったんですけど、エキシビジョンこれから各店回っていくんですけど、そちらには間に合う予定ですので、ぜひそれもね実際触ってきて見ていただくと感動する一着になるかなと思います。まあ、ぜひこう私もねその時一緒にサンプルと同時に私も順番に回らせていただくので、よりこう深い話、まあ、先ほどからスーツジャケット、このリングジャケット、ナポリも含めていろんな話させていただいてるんですけど、ちょっと動画では言うと、まあ、まずいかなみたいな話も中にはあるんですけど、まあ、店頭でお会いした際には、まあ、いろんな、まあ、楽しい話というかここでしか言えない話みたいなのさせていただけるかと思いますので、まあ、ぜひご来場いただければなと思います。まあ、詳細は概要欄の方にスケジュールを貼っておきますので、そちらをぜひご覧いただければなと思います。ではよろしくお願いいたします。